アンプディア城は、スペイン、カスティーリアイレオン州、パレンシア県、アンプディアに位置する15世紀建造の中世の城塞。同県内に残存する城郭のうちでも、保存状態が最も良好である。個人の所有。アジャーラとサルバティエラの領主で、最初のアンプディアの相続者の称号を得た、ペドロ・ガルシーア・デ・レーラの息子、ガルシーア・ロペス・デ・アジャーラによって、 1461年から1488年にかけて建造された。ドンガルシーアの後継者でサルバティエラ伯爵であるペドロ・アジャーラ・イロハスは城の所有をめぐって母親のドーニャ・マリーア・アサルミエントと対立、勝利した。1521年は伯爵はコムニダーデスの判断側に組みしたためカルロス一世の支持者と 死去アントーニオでアクーニアに指揮された軍との間で戦われたアンプディアの戦いが起きた。1522年反乱は制圧され、城は国王カルロス一世によって没収されたが、その後にマンドゥカードスと引き換えに伯爵一家に戻された。パビアの戦い後の1528年、城にはフランス国王フランソワ一世の王子たちが人質として囚われた。 1597年国王フェリーペ三世によって、領主フランシスコ・ゴメス・デ・サンドバル・イロハスに、デルマ公爵院が授与され、この地を気に入った国王は、様々な機会にこの地を訪れ、城は、スペイン宮廷の中心となった。これ以降、1931年に、歴史的文化財に指定されるまで、城は長い間放棄されていた。1960年、 アギラールで漢方生まれの菓子製造企業経営者のエウヘニオ・フォンタネーダ・ペレスが所有者のラグランハ・女伯爵から購入し、自身の所有する美術品及びドゥエーロ川流域から出土した遺物を展示するための美術館として整備した。 初期カスティーリアの領主の白いコール館の建物で、この地域の世俗建築の主玉の建物で、エウヘニオ・フォンタネーダによる60年代に着手された入念な修復によって、王子の壮麗な状態を取り戻している。建物は不等変支編型をしており、角には塔を持ち、南西部分は主塔となっており、そして堀には跳ね橋がかかる。そして周囲を、 円筒状の塔を持つヤグラ門のある城壁に囲まれている。正面部分には二つの暴楼があり、守門にはデルマ公爵家の紋章が掲げられている。中庭には三層の急流型のアーチを持つ三つの回廊があり、最上層は最も狭くなっている。城内にはエウヘニオ・フォンタネーダコレクションが六の部屋にわたって展示されている。 考古学、宗教、美術、玩具、武器及び楽器、薬学、民俗学、民衆芸術。中庭の中楼部分には、貴族の紋章、建築に関する、もの、洗いライバンなどが展示されている。ありがとうございます。